こんにちは、にじこです。男は黙って背中で語るな感じの風さんですね。はい、いや、あのね、しいたけさんってご存知ですか？星占いのね、私たまに見るんですけど、今週の双子座を見たら、まあ私双子座なんでね、そしたらね、今週の双子座はチャンス期です。チャンスが訪れた時にちょっとだけ乱れも生じます。だから全部が全部実現していくわけではなかったりもしますが、今週は少しオーバーリアクション気味に、嬉しいとか待ってましたなど叫んでチャンスの波に乗っていってくださいねっていうことなんですよ。でその後ですよ、あと変なアドバイスなのですが、クソとかそういうスラングを言うのも大事ですですって。クソってまさにデアンじゃないですか。風さんデアンってね、まさに今週じゃないか、でも今週発表されたわけじゃないか、あれこれいつのだっけな、まあいいや、ちょっとずれてるかもしれないけど、でもね、まさにタイムリー、うん、ねえ、もう私もクソって言うんじゃなくてデアンっていうことにしますねえ、そしてね、今の双子座は良い意味で怒りをちゃんと表に出していっています。怒りは自分の大事なギアチェンジになるものだから、そんなことは認めないよとか、やってやるよとか、許せない、なんか腹立ってきたとか、それらは本気モードになる第一歩です。もちろん穏やかな心も大事なんだけど、時々は自分にとって許せないものを決めていくことも大事ですって。うん、ねえ、いや、風さんも双子座なんでね、あ、そうなんだと思ってね、見てたんだけどね、いや、クソっていうワードがまさかここで出てくるとはね、ちょっと面白かったんでちょっとご紹介してみました。はい、そしてね、あのね、びっくりしたんだけど、あの携帯開けたらね、いきなりね、これこれわかります？右上、その前に聞いてたものがここに出てくるじゃないですか。で、風さんのティザーを見てたわけですよ。そしたらこれもう藤井風の上にこれだけ見たらもう何って感じですよね。もう笑いましたよ、もう本当に。あんなかっこいいのに、このね、えへって笑ってるうんこちゃんがね世界の藤井風の上にうんこ様がもうつぼってしまいました。もう本当にね、もういろいろ面白いね、風さんね。はい、いや、でもこのティーザーね、ちょっとこれ見ると笑っちゃうんだけど、ほんとかっこいいですよね。本当に風さんの顔がほぼ出てこないのにもかかわらず、めちゃめちゃかっこいいですよね。なんなの、もうなんなの本当にどこからかっこよさがにじみ出てるのか。もうね、かっこいいね、この後ろ姿もね。うん、でね、石鹸で手を洗ってる、この手を洗ってる手もかっこいい。どうしたらいいんでしょう。で、うんこ様とのコラボまでかっこいい、シュールすぎるね本当に。そしてあのフリフリブラウスをね、あの着ても男らしいっていうのは何なんでしょうね。あの芸術選奨の時もね、まあ、あの黒のフリフリでオリボンのブラウス着てましたよね、サンローランという噂の。うん、めっちゃくちゃ似合ってましたよね、かっこよかった。で、今回のこのね、ダムのこのフリルも、ほんとこのフリルブラウスもね、似合ってますよね。これね、うっかり着たらね、コントになる恐れもありますよね。え、もうそれをね、なんか何ですかね、この甘いブラウスを、甘さいっぱいのブラウス、フリルブラウスをね、こんなにかっこよく男らしく着ちゃうというね、なんやねんって本当にもう言いたくなりますよ、もうね。いや、で今回ね、もうちょっと今日はお休みということでね、お休みだからちょっとなんかね、ちょっと番外編ということでみたいなあの気づいたところをね、いろいろ話してみたいなと思っちゃって、これね、ね、あのこのジャケット、ポケットに手入れているところとか、あとあのジャケットがね、こう歩くたびにこう揺れるじゃないですか。この揺れたジャケットもかっこいい。
どういうこと？これ濡れたて拭かずにポケット入れたのかなとかちょっと気になる。あ、このね、ひらっとしたこのジャケットね。うん。ね、いいですよね。はい。でね、これこれ、この椅子ですよ。これって武道館の時に使った椅子ですよね。あの、他でも使ってましたよね。なんか一生懸命上をこう、あのアンティークっぽく磨いてね。で、これは何だろう、なんか食べ物っぽいお皿が見えますよね。うん、なんでしょう、これディスプレイのためのお皿ですよね、多分ね。本当に食べたわけじゃなくてね、だとは思うんですけども。そして風さんのこのヘアスタイルがね、すごい今までで一番短いんじゃないかしら。で、このちょろっと右側にちょろんと跳ねてる感じのね、これが、え、そういう髪型なの、それともたまたまなのかとちょっと気になったりしてね。うん、こんなに短いの本当あったっけ。へでもねえよの一部であったかもしれないけど。なんでこれがなんか、なんでしょう、衣装っぽいんだけど、うん、これにも着替えるのかな、それとも風さんじゃなくてなんかダンサーさんとかね。で、ここもちょっとねよくわからないんだけど、何かビーカーのようなものと、なんだろう、なんだろう、お化粧品なんかが置いてあって、あ、でこれさっきの椅子上から見たとこね、あ、塗ってますよね。うん、前、あの前の感じと違ってね。うん、ダム仕様でしょうかね。このお部屋もなんかすごくね、味わいがあって、で、これこの瓶は何でしょうか、化粧品、香水、なんかそんなね。で、これは牛乳石鹸かしらとかくだらなくてごめんなさいね本当にちょっと細部が気になってね。うん、で、こちらもね、英字新聞でしょうか。英字じゃないかな。とにかく日本語じゃない新聞な感じですよね。うん。ねえ、どんな、ね、演出になってるのか。もうね、気になって。ねえ、このポケットにさりげなくて入れるっていう、こう、かっこいい。本当に。ねえ。いや、もうそうなんですよ、かっこいいって話ですよ、だからそれしか出てこないこの歩き方がまたね、なんかちょっと腰キュッキュッとモデル歩きみたいにね、くねらせて、これがまたねかっこいいよね。うん、本当にランウェイ歩くとこ見てみたいなね。いつかきっとあるんじゃないかと思っちゃうんだけど、はい、そんな風さん、素敵な風さんなんですけども、ヨーヨーさんがね、こんなのくれたんですよ。風さんの歌詞は生きとし生けるすべてのものへの賛辞であり応援歌なのかと。命の誕生、存続、現存することすべてが奇跡の連続です。あ、医療従事者だった方ですね。当たり前が当たり前でない時にやっと気づくことなんだけどねって。うん、それでユニバーサル CEO のお話で思ったのですが、音楽は不要不急のものでは決してありません。生きる気力もなくした時、命をつないでくれたものは食べ物でも薬でもなくて、私にはいつも音楽でした。いや、本当にそうですよ。不要不急なものではないって、そんなわけないですよ。もうだって私もどれだけ、私は風さんの音楽に救われたことやら、うん、本当にどうしたら恩返しできるんだろうって毎日思ってますよ。本当に食べることもできない、ね、寝てるしかないみたいな、もう気力も失ったみたいな時に本当に救われますよね。うん、もう風さんからはなんかそういう癒しの波動が出てるんですよね、声とか歌声とかピアノとかからねって感じるんです私。うん、だからもういつの間にか癒されてるっていう方がね、たくさんいらっしゃるんだろうなと思ってね。はい、ありがとうございます。それからね、ゆうみさん、にじこさん、こんにちは。いつも癒しの時間ありがとうございます。私はものすごい心配性で、悪い方へと考える癖がついてしまっていて、子供たちに起こるいろいろなことに心配して落ち込んでを繰り返していました。風さんを知ってから、起こることすべてに意味があるという風さんの言葉に、過去の起こったいろいろなことを振り返り、
いろいろあったけど、だからこそ3人とも今こんなに幸せな笑顔いっぱいで過ごせているんだから、あの時のことには意味があることだったんだわと思えるようになりました。そしてにじこさんの心配よりも信頼するという言葉にも、今までの心配ばかりしていた自分を封印して、心配より信頼、心配より信頼と呪文のように心の中で唱えて唱えて子供たちを見守れるようになり、あなたを信頼しているから大丈夫、自分で決めて自分がやりたい方に進んでいいのよと子供たちへ言う言葉も変わってきました。本当は少しだけ心配してるけど、それは言わないようになりました。まだまだいろんなことがありますが、大変な状況になった時に、これはどんな意味があるんだろう、こんなに辛いけど何か意味があるのと冷静に考えられるようになってきました。つい先日も想像していなかったことが起こって、どうしようどうしようとプチパニックになりそうになりましたが、落ち着いて冷静にねという風さんの声が聞こえたような気がして、落ち着いて冷静になって考えよう、大丈夫大丈夫、心配よりも信頼することと自分に言い聞かせることができました。そしてまた一つ難題を乗り越えることができ、笑顔と平穏な毎日を過ごしています。考え方、捉え方一つでこんなにも世界が変わっていくこと、風さん、にじこさんに出会えたこと、本当に感謝しております。これからも応援していますので、お体に気をつけてお過ごしくださいねって、ありがとうございます。ねえ、心配しちゃうよね。でも心配ってね、ともするとそれが呪いになってしまうということもあるんでね、それに気づいて心配より信頼っていう風にね、呪文のように唱えるって、素晴らしいね。言ってると本当はそう思ってなくても言葉に気持ちがついてくってことがあるんですよ。そうなのでね、呪文のように唱えるっていいですよ。ね、でいろいろあるけど、その度にね、そう、落ち着いてね、冷静にねっていうね、風さんの言葉、本当にあれは魔法の言葉ですね。いやー、よかったです、本当にね。本当にね、考え方一つでね、物事ってコロンと変わるんですよね。だから私もね、僭越ながらそんなことを伝えたいななんて思ってるわけですけどね。風さんに及びませんが、はいね、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、それからね、みきこさん、あつまみきこさんかな、にじこさん最高です、今までで一番って、前回の配信ですね。嬉しいです。本当ですか、嬉しい。いや、ありがとうございます。ちょっと改めて自分で聞いてみます。はい、それから熱々さんのただのおばさんではないが、なんか余波が広がってるようでね、良かったです。そうですよ、ただのおばさんなんで誰一人いませんから、どこにもいませんから、そんな人はね、そんな人種はいないです。ね、はい、ということで熱くなってしまいました。そ誕生日の方ね、今日もお祝いさせていただきますね。今日はお二人ですね。あつこさんね、19日は私の誕生日です。19日はなぜか縁があり、風くんと二分できる唯一のメンズチビ、かっこ孫のヨーク、娘婿揃って19日です。まあみんな19日、以前に風くんの好きな数字が9だと知った時にキャーでしたよ。私の場合全部に9がついてるからね。え、そうなんだ。50、あ、言っちゃった年齢は関係ないです。元気はつらつオロナミン A で張り切っていきます。そうですよね、おめでとうコールお願いしますって。はいね、あつこさん、なんかちょっとスタンド FM の方でちょっとジンマシンがという話でしたがね、まあそういうこともありますよね。それも合図ですね。何かメッセージね、ちゃんと自分の体もっといたわってということかもしれませんね。はい、いつもね、元気でね、人気者のあつこさんですが、はい、ご自分にもね、大事大事にしてあげてください。はい、9月19日、あつこさん、お誕生日おめでとうございます。ねえ、急に縁があるということでね、ラッキーですね。そうですよ。
9ってね、苦しむとか言って嫌う人もいるけど、9がラッキーカラー、ラッキーカラーじゃない、ラッキーナンバー、風さんも好きな数字ってなった途端いきなりいい数字になっちゃいますよね。もうそんなもんですよ。もう意識一つで全て何でも変わるんでね、考え方一つでね、うん、元気はつらつオロナミン A で張り切っていきますってね。本当ですよ。まあでもね、時には休むとかね、時にはゆっくりとかね、自分にこう向き合う時間っていうのもね、取ってあげてくださいね。はい、おめでとうございます。もうあつこさん、もう本当に素晴らしい未来が待ってます。もう人徳のあるあつこさんね、もうラッキーがいっぱい来ますからね。はい、おめでとうございます。はい、そしてメンシンさん、こんばんは。にじこさんの癒しボイスが毎日のルーティーンになっています。20日は娘 C の32回目の誕生日です。 C ちゃんですね。ほぼ同時期に風くんへ沼落ちし、息子ともども3人で風民の幸せ家族です。まあいいですね、最高ですね、羨ましい。娘は私が持っていない明るさや才能を持っていて、一緒にいるとこちらも楽しくなります。まだまだ旅路の途中、もがき苦しむ時もありますが、あの明るさがあれば、そして風くんを知ったからにはもう大丈夫と思って見守っていきたいと思っています。よかったらにじこさんからおめでとうを言っていただけたら嬉しいです。これからも応援しています。ありがとうございます。うんね、まあ娘さんと息子さんと3人で風民ってもう最高ですね。そしてね、明るくて才能を持ってて一緒にいると楽しくなる、素晴らしい、そんな素敵な娘ちゃんの、C のちゃん、 C ちゃんですよね、 C ちゃん32回目のお誕生日おめでとうございますね。え、本当に素敵ですね。お母さんもね、どれだけしーちゃんに癒されてることか。そしてね、一緒に風民、風さんを応援する風民ということでね、いいですね。ね、これからもお母さんとね、弟さんかな、お兄さんかな、弟さんかな、一緒にね、風さんの応援を楽しくしていって、人生ももう思いっきり楽しんでくださいね。もういろんなこと、もう何でもできますからね。まだまだって言い方ダメね。お一人なのかシングルなのか、ご結婚されてるのか分かりませんが、そんなのはどうでもいいんですよ。そんなことはどうでもいいんですけども、とにかくしーちゃんがもう楽しい、最高、もう生きてるって最高って思えるようなね、そんな日々を送ってもらうのが一番ですからね。はい、そんな未来が待ってます。もうキラキラの未来が見えますね。しーちゃんおめでとうございます。はいね、はい、よかったです。今日もお祝いできて私も嬉しいです。はい、ちょっとくだらないこと今日は話しちゃいましたが、ちょっと祝日ということでお許しください。何のこっちゃ関係ないですよね。はい、ありがとうございました。ではまた。